今日は初デート。匂い嗅ぐぞ。まず一緒にこの辺散歩して、匂い嗅いで。一緒にお茶して、匂い嗅いで。一緒に映画見て、匂い嗅いで。匂い嗅いで、匂い嗅いで、匂い嗅いで、楽しみだなぁ。これに合わせ。大丈夫？マッチいりませんか？恋の炎に点火するマッチいりませんか？マッチ？こう燃える恋をするあなたにぴったり。マッチいりませんか？あ、でも今のあ、でもすぐ消えます。え？マッチはすぐ消えます。すぐ恋の炎もすぐ消えます。消えたマッチは捨てられる。もうじきあなたも捨てられる。いやいや、捨てられろ。待って、なんだお前。もうなんであんなこと言うの。せっかくちょっと買ってくれそうだったのに。だってあんな匂いフェチに彼女がいるなんてずるいじゃん。ひかみじゃん。そうだよ兄ちゃん、カメムシみたいな匂いした女だっているよ。そういうことちょっとやめなさいよ。姉ちゃん全然ダメだよ。今度は俺がやるよ。大丈夫？ああ、ヨシキのやつ遅い。まさか私とのデートすっぽかしたつもりなんじゃ。マッチいりませんか？あ、ヨシキ？違うし。何？ファイヤー。ファイヤー。マッチするってさ、いけ。違えてブレイクダンス、家が燃えてく。おかしいじゃん。そもそもさ、俺たちの親父がさ、俺たちのこと置いてったせいでこんなことになったんじゃないの。兄ちゃん、あのクソ親父が俺たちのことを置いて出てかなきゃこんなことになってないんだよ。そうだけど、一番ウケる、セリフ言うなよ。一番ウケるとここだ。そうだよ。てか頑張れよお前。もうお前が一番父さん好きだったじゃん。頑張れよ。うっせえよ、もうあんなの知らねえよクソ親父が。お父さんがいないのは確かに辛いよ。でも、私たちだけで頑張りましょうよ。うん、頑張れ頑張れ。次人が来たら、みんなで売りに行こう。あの、マッチいる。お父さん？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 パパ？パパ？パパ？お父さんってお母さんの誕生日にシャネルの財布を買おうとしたの間違ってシャベルとナイフを買ってきちゃったあのお父さん。お父さんが出てったのって俺らが小さかった頃のことだから顔は全然覚えてないけど。あ、もしもし。ああ、頼まれてたジッポ買ってきたよ。ああ、まあ似てるっちゃ似てるけど。
あの人は普通に買い物できてるね。そうだよ兄ちゃん、お父さんだったら普通の買い物できないよ。ジッポとトッポ間違えるぐらいするよ。あー、あ、え、え、何お前が頼んでたのって、え、トッポだったの。お前間違えて俺ジッポ買ってきちゃったじゃん。マジか。お前当たってるけど。じゃああれは本当にパピーな。可能性が高くなった。え、でもあんな髪ふさふさだったっけ。あ、こうなったらさ、あの人が俺らのお父さんかどうか確かめてみよう。どうやって。だからさ、マッチ売るふりして名前言ってて。ゆうきです。ゆうきです。ゆうすけです。みずきです。山崎康弘です。マッチ言いませんか。大きくなったの。